女とは、おつな女のことです。三輪明宏。乙女トライアル始まります。皆様こんにちは、有本ひとみです。今回もよろしくお願いいたします。皆さんお元気でしたか？林若菜です。どうぞよろしくお願いいたします。さて始まりました、この番組乙女トライアルは、我々若手女優がいろんなことにトライアル挑戦していく番組です。そして番組オープニングで三輪明宏さんの著書、乙女の教室、乙女とは乙な女のことですを引用させていただきましたが、三輪明宏さんは著書の中で一般的に考えられている乙女というよりは、乙な女、いい女と書かれています。我々もこの番組を通して少しでも乙な女になれるように頑張っていきたいと思っています。それでは早速ですが、ラジオをお聞きの方、リメイクラジオをご覧の皆様に、我々2人の簡単な自己紹介をさせていただきます。私有本ひとみは普段は女優としてドラマや映画に参加出演させていただいております。趣味は韓流ドラマと御朱印巡り、スイーツ作りです。私林若菜はタレントランナーとして活動させていただいております。1月7日から NHK 総合で毎週金曜日夜10時から放送のしもべえというドラマでレギュラーエキストラとして参加させていただきましたほか、映画やドラマで勉強中でありますとともに、コロナ感染防止対策の上、いくつかのレースにも出場させていただいております。そしてここでもう一つ大事なことをお伝えしておきます。今お聞きのこの番組乙女トライアルは、番組収録時に映像も撮影いただいておりまして、そちらの映像を再編集して放送後約10日程度で YouTube にアップしていただきます。このシステムは実はうちの事務所プラスボックスのオリジナルシステムで、リメイクラジオと呼んでおります。ぜひ YouTube で乙女トライアルで検索いただきましたら嬉しいです。それではお待たせいたしました、今回最初のコーナーはランワカトライアルのコーナー。こちらのコーナー、林若菜ちゃんがランニングをする楽しさや自分自身のトライアルについてお伝えするコーナーです。では若菜ちゃん、よろしくお願いします。かしこまりました。今回は私の経験や周りの方々に教えていただいた朝練習の大切さについてお話しさせていただきたいと思います。はい、まあ、朝練習のメリットについてなんですけれども、一説によりますと、まずですね、脂肪のエネルギー利用の向上ということで、朝練習とは起床後から朝食前と定義されているそうで、エネルギーが少ない状態で動くため、脂肪のエネルギー能力の向上となるそうなんです。そうなんだ、でこれに加えてですね、いかに糖質エネルギーを節約して走るかのマラソンにおいては、非常に大切な練習ともして考えられているそうで、やはりその糖質エネルギーを節約する、そうですね、やっぱりこう自分の体内にあるものをいかにこう使ってという形でですね、脂肪がエネルギーになるという形になるので取り上げられてるんですけども、本当にこれは大きいなと思います。冬でやっぱりこう部屋に引きこもりがちになるんですけれども、このようにですね、朝動くことで、ウォーキングも一緒なんですけれども、脂肪の向上を図ってみてはいかがでしょうかということですね。なるほどです。で続いて、体が目覚めていない状態だからこそ、動きが正直っていうのもありまして、そうなんです。こちらがですね、それぞれ体の使い方とか癖とかっていうのがやっぱりあると思うんですけれども、それが起床後だからこそもうやっぱり目に分かるとか、動かしながら、あれいつもと違うなという形、左右差だったりとかっていうのが分かるそうなので、こちらも朝練習のメリットかなと思います。で続いて、通常時の練習よりもですね、負担が体や心肺機能に2倍から3倍かかると言われているそうなんですね。やっぱりこれも朝起きた時だからこそという形なんですけれども、やっぱりその同じ強度の練習をしても2倍から3倍かかるっていうのはすごいメリットがあるなっていうのを私自身感じますね。やっぱり
あの強度の高い練習をしても、うん、午後練習にするのか朝練習にするのかで全くこの強度が違うって形になるみたいなので、そう考えると朝練習すごいなと思います。大切だね、はい。で、まあ、あのこちらもなんですけど、続いて精神的に鍛えられる。お、精神的、はい、やっぱり朝起きることも一つですし、まあ、あのやはり個人の練習だとですね、うん、取り組むことになれるまでの朝早起きも大変ですし、やっぱりその朝動こうっていう気持ちになるのも、うん、やっぱりあの精神的な強化になるのかなと思います。で続いて逆に朝練習のデメリットについてなんですけれども、うん、これは私の実体験なんですけれども、うんうん、まあ、中学生の頃にですね、うん、朝練習がなくて、で、まあ、強くなりたいって思って、うん、朝練習を個人的に本当に自主練習でしたんですけれども、まあ、途中から慣れないことをやっているので、うん、いやいややってしまうっていうのもあってですね、あの気づかないうちにストレスになりながら練習をしてたみたいなんです。そうすると、うん、まあ、実体験であの溝落ちがですねすごく痛くなりまして、あのもう歩くのも痛いですし、寝ててこうなんていうんですか、寝返りを打つ時も、うん、あのズキッと走るっていうのがありまして、あの病院に行ってですね、うん、あのちょっと一日入院しましょうとりあえずって言われまして、まあ、あの結果的に点滴を一日、まあ、一晩打つと、うん、あの魔法かのように痛みが消えたっていうのもあるんですけれども、うん、はい、これはですね、まあ、結果的にお医者さんから言われたお話では、うん、水分不足と、まあ、ストレスからですねっていう結果だったので、まあ、ちょっと試みていただける皆さんもいらっしゃるかもしれないんですけど、うん、まあ、無理のないようにですね、そうだね、はい、うん、本当に健康第一で、うん、あのやっていただきたいなと思います、はい。で、まあ、感想なんですけれども、うん、まあ、現役の頃は本当に当たり前のようにですね、うん、していた朝練習っていうのが本当に強くなるあの秘訣だったんだなっていうのを実感いたしました。時間の作れる時はですね、あの朝練習を心がけて、うん、メンタルと体の強化を図りたいなと改めて思いました。はい、そうなんだ。今は朝も結構走ったりしてるの？そうなんですね、あの朝からやっぱりその本お仕事がない日はしたいと思うんですけれども、うん、やはりもう一人の自分に負けてしまう日もあったりするので、こうして改めて朝練習の大切さっていうのを今回、うん、あの学ばせていただいたので、まあ、私自身もやってみたんですけど、うん、これを調べた上で、うん、やっぱり本当に心肺機能にかかる負担は全然違うなっていうのを感じたので、うん、頑張ろうと思います。ね、さっきも言ってたけど本当ストレスとかには、ね、ならないように気をつけて、はい、ということでね、はい、ぜひひとみさんも朝練習してみてはいかがでしょうか。本当に今回すごくいろんないいことを聞けたし、はい、このね、負荷がかかるっていうのもいいし、うん、はい、こう朝練習っていうのが起床後から朝食前ってその定義があるってことも初めて今知ったので、うん、なんかそこにもちょっと注目して、ね、私もランニング頑張っていきたいなって思います、はい、ぜひやってみてください、はい、以上ランワカトライアルのコーナーでした。韓流トライアル。このコーナーでは私の演技の教材、そして趣味でもある韓国ドラマのおすすめの作品の見どころ、ロケ地、あらすじをお話しさせていただきますとともに、劇中のハイライトシーンのセリフを今勉強中の韓国語で紹介していこうと思います、はい、それではお待たせしました。今回ご紹介させていただく作品は怪しいパートナーディスティニーラバーズです。こちらは先月ご紹介させていただきました、はい、シカゴタイプライター時を超えて君を思うと同じ年の2017年に放送されたドラマなんですが、はい、先月の、シカゴタイプライターにおきましては、詳しくは1月22日に放送されました分のリメイクラジオをご覧いただければなと思います、はい、ということでこの怪しいパートナーなんですけども、うん、ドラマ寄港後2つの愛、涙の誓いで大ブレイク後、ヒーラー最高の恋人、ザ・ K2 君だけを守りたいで、さらに多くの女性を魅了し、日本でもファンミーティングを開催するトップ俳優のチ・チャンクさん、入隊前最後の作品であり、初めてラブコメディに挑んだ本作で、スマートな敏腕検事でありながら、うん、破天荒なヒロインに翻弄されるチャーミングな男子を熱演されます、はい。そしてショッピング王ルイ、家族なのにどうして僕らの恋日記で注目を集める女優ナムジヒョンさん、
弁護士を目指す司法修習生で正義感の強いポジティブヒロインを講演されました、はい、さらにその元彼役には、うん、日本で爆発的人気を誇るアイドルグループ、うん、2PM の元メンバー、うん、チャンソンさん、こちらエリートでイケメンだが浮気癖のあるダメ男を演じ物語を大きく動かすキーパーソンとして登場します、はい、ということで続いてあらすじですが、はい、敏腕検事のチーチャンクさん演じるジウクは地下鉄でナムジヒョンさん演じるボンヒという女に痴漢と間違われ悲惨な目に遭います、はい、最悪の出会いをする2人ですが、はい、その後ボンヒが恋人チャンソンさん演じるヒジュンに浮気をされて喧嘩をしている場面に遭遇し、うん、ジウクは思わず救いの手を差し伸べます、はい、これがきっかけでボンヒの焼け酒に付き合った彼は泥酔したボンヒになんと押し倒されるんです。お3ヶ月後ジュークは検事研修を受けにやってきたボンヒと再会します、はい、悪縁のようなボンヒに厳しく接するもなぜか放っておけません、うん、そんな中ボンヒが恋人殺害容疑で逮捕されてしまいます、はい、事件の担当検事になったジュークは調べていく中、はい、彼女が犯人とは思えず、うん、というところから物語が始まっていきます。はい、そして続きまして早速、ロケ地をですね一つご紹介いたします、はい、今回はホテルグランドヒルトンソウルというところなんですけれども、はい、こちら第1話で、ナムジヒョンさん演じるボンヒが彼氏のヒジュンに浮気現場を目撃するホテルとして使われました、はい、こちらは1988年5月に旧スイスグランドホテルとしてオープンした後、はい、2000年のホテル名称改名とともにリニューアルオープンしたのが現在のグランドヒルトンソウルだそうです、はい、こちらインチョン国際空港から空港バスで約50分のところに位置し、客室は全396室で、うん、どの部屋もヨーロッパ風のインテリアでまとめられているそうです、すごい、はい、ということで今回ですね、はい、怪しいパートナーできましたが、はい、もうこれだけ本当に言いたいことがあって、はい、もうとにかくちっちゃんさんがイケメンでかっこいいです。もう本当にね、もう見てるだけで癒されるというか、はい、キュンキュンするというか、ええ、めちゃくちゃかっこいい、本当にイケメンってもうそれだけって言ってもいいくらいです、はい、でまたですね、はい、ナムジヒョンさんのスタイルがですね、はい、あの髪型とか衣装がもうすごく可愛らしくって、はい、しかも本当にお似合いですし、いやおしゃれで可愛いなって思いながら、もう末のお二人を見て、はい、あ目の保養だって思いながら、そんなドラマでございました、はい、そしてですね、うん、こちらはラブコメでありながらも、はい、こうスリル要素もすごくたくさんありまして、ええ、いろんな意味でこうハラハラドキドキするそんなドラマです、はい、でやっぱりドラマを見る中でですね、こうキャストの方々のこう表情の切り替えが早いと言いますか、はい、なんか例えばですね、こう今までずっとこう楽しくわーって騒いでいたのに急にスッと真剣な顔に変わるとか、そういったこの表情だけで気持ちの変化を表すっていうのがやっぱりすごいなって本当に改めて思いますし、はい、言葉で伝えることも本当に大事だとは思うんですけども、うん、こう見ている私たちにこう顔の表情とか動きだけでこの気持ちの変化を見せることがどんだけ素晴らしいことなんだなっていうのをね、はい、本当に見ていて思いました、はい、さらにですね、はい、この怪しいパートナーというのは、うん、裁判を題材にしたドラマでございまして、はい、まあ、裁判が行われるシーンが本当に多くあるんですけれども、うんうん、その中でやっぱり法律の名前だったりとか、はい、まあ、事件の内容からいろんな知識をね得られるということで、うん、なんかその演技の勉強としてもすごく勉強になるのはもちろんなんですけれども、はい、やっぱ知識、普通一般的な知識とかそういうのもこういうドラマを通して得られるのはすごくいいことだなと思ったので、はい、すごくこう演技に関しましても知識、いろんな知識に関しましてもすごくいろんなことを得られる、そんなドラマだなと思いました、はい、続きましてですね、今回もハイライトシーン選んでまいりましたので、はい、一つご紹介いたします。お願いします。今回第15話で、はい、ジウクの両親が亡くなった火災事故にボンヒの父が関わっていたことを知って、はい、まあ、ジウクが悩んだ挙句にこうお酒に酔ってしまって、
て、うん、ついにはボンヒに連れて帰られるっていう後のシーンなんですけれども、ええ、まあちょっとこの先の2人の関係にすごく関わってくる出来事だったので、はい、まあいろいろ悩んだ挙句こうジュークがボンヒを抱きしめてね言う言葉があるんです、はい、それがどこにも行くな分かったという言葉なんですけれども、はい、早速ですね韓国語でご紹介したいと思います、はい、お願いします。どこにも行くな分かった나르토나지마알겠지です。この、はい、まあ、一つ目나르토나지마という部分なんですが、はい、このなるというのはもともとなるるという私をという意味の部分なんですけど、これを省略してなるというそうです。はい、で、ドナジというのはもともと離れない、離れるとか去るっていう言葉なんですけど、はい、そのドナジという言葉にマという言葉をつけるとその行動を禁止する意味合いを持つそうで、離れないで行かないでっていう意味になります、はい、なのでこのナルドナジマでどこにも行くなっていう風になってます。で最後のアルゲッチというのは分かったとそのままの意味なんですけど、はい、このなんとかチで最後につける字をつけることで相手に同意を求めるっていう感じでこう分かった分かったねっていう感じでこう感じの言葉になってます、はい、ということでですね、本当にこのドラマすごく面白いスリムル要素もあって、はい、いろんな知識も得られてっていうドラマになってるので、はい、ぜひ皆さんにも、ご覧いただければなと思います、はい、以上韓流トライアルのコーナーでした。ふるさとライアルのコーナー、このコーナーは若菜ちゃんの故郷京都府南部の紹介をしてくれるコーナーです。それでは早速若菜ちゃんお願いします。毎回ですがちょっと補足説明させていただきますと、はい、皆さん京都イコール市内の名所旧跡だけ認識で、うん、実は私のふるさと京都府南部はもちろん数多くの京都市以外にあるスポットにも目を向けていただきたいと思っております、はい、ぜひ皆さんコロナ禍がもっと落ち着いて京都に行こうと思われた際ですね、京都市内とぜひもう少し拡大した京都府の地図もご覧いただければなと思います、はい、それでは今回は八幡市についてお話しさせていただきます、はい、八幡市観光協会のホームページをご覧いただきますと、トップページに茶文化香る八幡山の門前町八幡市、神と仏、三つの川、人と人とが出会う町と記されています。そこには八幡市を象徴する神と仏、三つの川、人と人という三つにカテゴリーされております。まず神と仏で紹介されているのは国宝の岩清水八幡宮、はい、岩清水八幡宮は平成28年に八幡造りの本殿など本社10棟、付けたり宗船3枚が国宝に指定されました、うん、日本古来の神と外国からやってきた仏教が結びついた神仏集合の色合いが強い社としても知られています。そして八幡宮が鎮座する場所は平安京の裏鬼門にあたる男山、平安時代前期の859年僧侶行教が九州の宇佐八幡宮で神託を受け、この男山に国家鎮座の神として八幡の神または八幡神を祀ったそうですことが起こりだそうです。また日本三大八幡宮の一つであり伊勢神宮に次ぐ国家第二の僧廟、僧廟っていうのがですね、天皇や貴族の祖先の霊を祀った宮殿という意味で称されてきました、はい、で織田信長の社殿修復、豊臣秀吉の回廊再建、豊臣秀頼の社殿再建を経て現在の社殿は徳川家光の造営によるものだそうです。続いて3つの川についてですが、はい、これは八幡市の三川合流という国内で他にほとんど例を見ない形を有する地域なんです、はい、この三川合流とは、はい、京都と大阪の境、うん、天王山と男山に挟まれた地で桂川、宇治川、木津川という
三大河川が合流し淀川になるんです。特にですね、はい、瀬渡り堤という瀬渡り堤という堤防は宇治川と木津川の合流部に全長 1.4km にわたって2つの河川を区切るように設置されており、西日本有数の桜スポットです。はい、また近くには三線合流地域の観光周遊拠点桜出会い館もあり、展望塔から周辺を一望できます。そしてこの周辺は川切りや肥沃な土に恵まれ、茶の栽培には最適な環境と言われ、茶畑の風情ある風景は川流れ橋と両岸構図や浜台の浜茶として日本遺産第1号日本茶800年の歴史散歩にも認定されています。最後に人と人というページでは八幡市の八幡の三大偉人がピックアップされています。まずお一人目は岩清水八幡宮の社僧松花堂松城です。この松花堂松城は今の松花堂弁当につながる人物なんです。松花堂弁当っていうのが中に十字型の仕切りのあるお弁当のことで、まあ、今の幕の内弁当の始まりとも言われるお弁当ですね。はい、でお二人目は発明王エジソンです。彼は白熱電球のフィラメントの改良に男山の竹を使い実用化を成功させています。そして3人目は世界で最も早く飛行原理を発明した二宮中八、はい、彼が飛行実験を計画したのは木津川の河川敷だそうです。後に飛行神社を残しました。ということでですね、はい、八幡市の特産品なんですけれども、まずお茶、梨、タケノコ、竹筆ですね、うん、でウイロウも有名だそうで、こちらがですね地盤層、はい、が超有名だそうです、うん、京都の八幡の知る人ぞ知る和菓子屋さんということで、はい、いかがだったでしょうか。今回は京都府南部に位置する八幡市についてお話しさせていただきました。次回はどの市長かお楽しみに。以上ふるさとライアルのコーナーでした。皆さんもうエンディングの時間になってまいりました。今回の乙女トライアルいかがだったでしょうか。この番組乙女トライアルは毎月第2第4土曜日お昼2時30分からの放送ですので、ぜひ次回もお聞きいただきますようお願いいたします。ということで今回もたくさんお話しさせていただきましたが、はい、次回もねどんどん番組を盛り上げていけるようにまかなちゃんと共に頑張っていきたいと思います。はい、お願いします。そして番組ではお聞きの皆様のご感想ご意見をぜひお送りいただければと思いますので、宛先をお伝えいたします。メールアドレス info@plus-vox.com info@plus-vox.com 乙女トライアル、おつな女にカタカナでトライアルまでお待ちしております。それでは乙女トライアル、また次回同じ時間お耳にかかりましょう。この時間乙女トライアルは若手女優有本ひとみと林若菜が担当させていただきました。最後までお聞きいただきありがとうございました。ではまた